トリア・ソレイタは、アメリカ領サモア出身の元プロ野球選手。通称、サモアの怪人。過去の戦士名鑑などの書物には、サモア独立国やソロモン諸島の出身とする、誤りの記述もある。9歳の時に軍人であった父の仕事の事情により、サモアからアメリカ合衆国のハワイ諸島に移る。1965年にニューヨーク・ヤンキースと契約。 1968年9月16日にメジャー初昇格。1試合のみの出場だったが、アメリカ領サモア出身として、初の、そして2020年シーズン終了時点で唯一のメジャーリーガーとなった。その後は1974年までマイナーリーグ生活をだったが、カンザスシティロイヤルズでメジャー最昇格を果たす。その後はカリフォルニアエンゼルス。 モントリオールエクスポズ、トロントブルージェイズと渡り歩いた。1980年に来日し、日本ハムファイターズに入団、主に指名打者として活躍。来日1年目は5番を打ち、打率が239と低迷するものの45本塁打を放ち、数々の日本記録を残した。大阪スタジアムでの対南海ホークス3回戦の1回。 佐々木光一郎から3号3点本塁打を左中間に放つと3回にも同投手から中堅へソロ5回には三浦正元からまた左中間に3点本塁打8回藤田学のストレートを右翼スタンドにライナーで入る6号本塁打を放った6回に支球があったものの4打数連続本塁打はパリーグ新記録1試合での4打数連続は 読売ジャイアンツの大貞治が1964年に記録して以来16年ぶりの日本プロ野球解体記録。この日を境に打てないポンコツ外国人からサモアの怪人に変身した。それ以下は1試合3本はメジャーでも打ったことがあるが4本は初めてだ。今まで沈む球を強引に引っ張りすぎて失敗していたからね。なので今日は センター方向に打ち返すようにしたんだ。と、得意げに話した。9月4日、日清球場での対近鉄バファローズ後期11回戦の9回に、柳田豊か,から32号ソロを放つと、翌日には、西武球場での対西武ライオンズ後期7回戦で、第1打席から3連発。2日がかりの4打席連続本塁打で、シーズン2回の日本新記録を樹立した。 そのうち二本は森重和から。しかし、五打席連続本塁打の新記録の期待がかかったとき、マウンドにはソレイタが苦手としていた A 社保が出てきてしまい、長社はソレイタに対しては、ど真ん中のまっすぐばかりを投じていたにもかかわらず、ソレイタは涙目になって目をつぶってしまい合いなく三球三振に終わり、新記録達成とはならなかった。一方、打てないときは、 大沢刑事監督があれだけ当たらんもんかな。見ている方が疲れるわとぼやくほどとことん打てず、7月4日のロッテオリオンズ戦でいきなりプロ野球記録に並ぶ一試合後三振を喫したこともあった。三点本塁打が多かったことからミスター三乱とも呼ばれている。翌1981年には4番を打ち打率344本塁打。 108打点という素晴らしい成績を残し、本類打王と打点王の2冠に輝き、同期入団のトミー・クルーズと共に、日本ハムの19年ぶりとなるリーグ優勝の立役者となった。巨人との日本シリーズでは、第1戦で1回裏に江川すぐるからソロ本類打、第2戦1回裏に西本清からソロ本類打と2試合連続で本類打を打ったが、 第4戦以降は、無安打に終わり、2勝4敗で、日本シリーズ敗退。しかし、MVP は、3勝6敗 25S 棒2.85の江夏豊か。310.16本81打点の柏原、順一に次いで3位という結果であった。それいたが、日本人だったら、MVP だっただろうと言われていた。1982年には、 指名打者部門のベスト9を受賞。1983年まで4年連続30本類代表を記録。1983年限りで退団して、現役を引退。故郷のサモアへ帰ると公務員となり、第二の人生をスタートさせる。一方、熱心な野球への支援をし数多くの後輩を育てていた。1990年2月10日。 土地取引のトラブルに巻き込まれ、路上で住民の手により銃で射殺された43歳坊津。ありがとうございます。